内容面ではこの後のシェルボとそしてこの李昌奏、世界トップを争うと言われます。やった、やりました。あ、着地も決めましたね。ちょっと今のあのカメラの角度ですと分かりにくかったですが、はい、2回ひねりから即転中。この技でもこれがすごいんです、はい、ボコラーゼという技ですね、はい、1回上げて下ろしてもう1回上げる。彼もおそらく最後は伸身の2回宙返りだと思います。来ました、来ました、来ました。いや、中国の高次陣はもう肩を抱いてこの李昌奏を迎えています。最初のこれ3宙ですが、違った角度から今ご紹介しました。高いですね。ちょっと足が滑って